ヘルワン波300ヘルワン波300ヘルワン波300は1960年代にエジプトで開発されたジェット戦闘機である。波300は西ドイツの航空技術者ミリー・メッサー・シュミットとイスパの航空機により設計された。もともとこの機はスペイン空軍の小型迎撃機として計画されたがプロジェクトはエジプトに移管された。1969年に プロジェクトが中止されるまで3機の試作機が製造された。最初の試作機は1991年に修復され、現在ミュンヘンのドイツ博物館に所蔵されている。第二次世界大戦後、ミリー・メッサー・シュミットは1955年まで航空機製造を含むドイツ軍のための防衛目的のあらゆる研究、開発をすることを禁止された。 それゆえ彼はスペインに移住し航空機会社イスパのアビアシオンを立ち上げ、1951年に長軽量戦闘機の開発を始めた。開発の進捗は非常に遅く、メッサー・シュミットはビブのないデルタ翼の合半製グライダーを作れただけであった。HE111 機に栄光されたグライダーのテスト飛行は不安定のために完了せず、機体は離陸すらしなかった。 問題点がいくつも見つかったことと開発が長期化したことで1960年にスペインは開発プロジェクトを放棄した。その後エジプトがこの設計を購入し、メッサーシュミットに率いられた設計チームはエジプトのヘルワンに移りはマイナス300として作業を続けた。オーストリア人のジェットエンジンの専門家、フェルディナント・ブランドナーもこの新しい戦闘機用の エンジン開発のために招聘された。エジプトは、軽量超音速単座戦闘機を製造して、自国の空軍に収益させることを目的としていた。側面から見た、波300エジプト航空総局の監督のもと、カイロ南東のヘルワンの第36工場のテスト施設と作業場で波マイナス300の開発が始まった。波マイナス300は当初アフターバーナー付けの オルフェイス BOR12 ターボジェットエンジン用に設計されていたが、後でアフターバーナー使用時 4800KGP を発生するブランドナー E-300 エンジンを装備するように変更された。インドも自国の HF-24 マルート用の新しい動力源として乾燥するために E-300 ジェットエンジンに資金助をし、 E-300 エンジンは1963年7月に初運転した。水力 2200KGP のオルフェースマーク 703S-10 エンジンを装備した。最初の試作機は1964年3月7日に初飛行し、マッハ1.13を記録した。エジプトは1964年にハ -300 の飛行テストの準備に2人のエジプト人パイロットをインドに送り込み、 続いて、オルフェイスを装備した2番目の試作機が1965年7月22日に初飛行した。3番目にして、最後の試作機は、エジプト製の E-300 エンジンを装備して、離陸から2.5分以内に高度12000メートル、速度マッハ2.0に達する予定だった。この試作機は飛行テストを行わず、地上滑走試験を終了しただけだった。開発には、 総計1億3、500万エジプトポンドが費やされた。E-300 エンジンは、インド政府も興味を示し、十分な性能のエンジンが得られず、低性能に悩んだ、HF-24 マルート戦闘機に、使用するために引き渡された。HF-24 マルート戦闘機は、同じく、ドイツ人設計者のクルトタンクが設計した、インド国産戦闘機である。 同じく、ドイツ人が設計したハ、波マイナス300と比較されることが多い機体であるが、HF-24 マリウートは、エリアルールや、エアインテークのショック高音など、当時の超音速戦闘機設計の最新の設計手法を導入していて、機体性能は高い。エンジンの性能は低いながらも、ハマイナス300と同等の最高速度性能を達成した。6日戦争が勃発した後、 軍事費の多くを新たな航空機と防空兵器の購入に充てる必要と、ソビエト連邦から戦闘機を購入できることにより、1969年5月にエジプト政府はプロジェクトを中止した。合わせてエンジンの開発も頓んし、HF-24-2-300 エンジンを搭載する計画も中止となった。ドイツ博物館に展示されている。 ハ300ハマイナス300の最初の試作機は1991年にダイムラーベンツアイロスペース社に買い取られ、マンヒンクでの修復のためにドイツに空輸された。MBB が5年半の歳月をかけ修復し、現在ハマイナス300はミュンヘンのドイツ博物館に展示されている。ハ300の三面図。ありがとうございます。